監督が変わって、なかなか勝てない状況の中、こうして、ホームでね、勝ち点3取れたことは非常に良、かったと思います。武藤からね、いいボールが出たんで、そして相手とうまく体ぶつけて入れ替わったので、あとはキーパー冷静見て、かわして打つだけだったので、本当いい時間帯に取れたと思うし、あと 2,3 点取れればね、もっといい試合に、楽な試合になれたと思うんですけど、今それが取れないのが、今のレッズの状況なのかなと思います。特にないですけど、たまたま本当点が取れてるだけで、僕もあんまり、よくわかんないんですけど、チームにとってこの勝ち点3というのは非常に、大きかったと思うし、次連戦続きますけど、まずは、試合に出た人たちはね、体調面を戻してね、次神戸なので、また難しい試合になると思いますので、しっかり勝ち点3取れるように頑張っていきたいなと思います。